長岡市大手通り交差点付近。交差点を境に、画像左から画像奥にかけてが国道351号。国道351号は、新潟県長岡市から小路谷市に至る一般国道である。長岡市と千代地域を起点に、長岡市街地、小谷地域を経由し、小路谷市に至る路線。旧、と千代市から長岡市中心部までは、 本路線の他に、森立峠を通る新潟県道9号長岡、栃尾お線や、榎木峠を通る長岡市道などがあるが、いずれも、カーブや昇降が多くその上、当期閉鎖になるため、道路線の1988年に開通した新榎のトンネルを通るルートが、メインルートとなっている。旧長岡市内では、旧国道8号、 国道17号を通る長岡市が一致の中心部を経由する。長岡市から小千谷市までは、品野川東側を通る国道17号に対し、国道351号は、越地地区を経由する西側寄りを通る。ただし、国道17号と比較して狭いな部分や、右左折の多いルートとなっている。終点一般国道の路線を指定する政令に基づく、 奇襲点及び、経過値は次の通り。ここでは、旧道が国道指定を外れ、現在本線となっている路線は、祭事、旧道も指定され続けている路線は、太字で記述する。主なトンネルと橋、ありがとうございます。